高です。よろしくお願いします。はい、ヒップホップおじさんの登場でございますね。私はですね、サニー君とお友達になって早数年なんですけども、茨城県の駅、常磐線の牛久駅というね、駅の目の前でさつまいものお菓子屋さんを営みながらですね、ヒップホップの活動を、昔はガッチリやったんですけど、今はね、ぼちぼちとやりながら、お店のオーナーをしています、太鼓と申します。僕はですね、1980年生まれで、43歳なんですけども、10代の頃から、ラップをし始めまして、今に至るんですが、都内いろんなところでライブをしたりとか、いろんなジャンルのアーティストと、ライブをして、ヒップホップのアーティストともいろんな方やったんですが、違うジャンルですと、有名なところですと、今ここ結構ね、世界中で活躍をしているギタリストで、みやびっていうね、ギタリストがいるんですけど、タトゥーいっぱい入ってる、ね、それこそもともとビジュアル系のロックミュージシャンなんですが、そのみやびっていうアーティストの、バックバンドでラップとこのビートボックスをして、世界ツアーを一緒に回ったり、日本ツアーを回ったり、日本武道館をライブ経験させていただいたりとかして、そういう活動を経て、で、なんで今、おいむらさんかというとですね、皆さん、若い方は小っちゃかったかもしれないんですけど、東日本大震災っていうね、大きい地震があったのを覚えてますか？で、地震の時にですね、僕はこっちで育ったんですけども、こっちの農家さんが作っているお野菜がですね、風評被害、福島の原発の風評被害で、売れなくなっちゃった時期があるんですよ。でその時に僕の家はもともとすごく貧乏だったんですが、近所の農家さんたちにもらったお野菜とかをね、食べて育ったんで、それ恩返しをしたいなと思って、音楽を一回フェードアウトして帰ってきて、茨城県のさつまいもを特化して売りたくて、お芋屋さん牛久駅の前で始めました。で今ね、それが10年目になりまして、で今は今度先ほどね、ここの店にも置いていただいてるんですけども、福祉のね、仕事を今度始めることになりました。で、これは B 型就労支援といいまして、障害者の方たちがね、働ける場所を今作ってます。で、これね、自分の宣伝ばっかしてるでしょ。でもね、これ何が言いたいかっていうと、これも全てヒップホップなんだってことが言いたいんですよ。で、ヒップホップっていうのは先ほどマイケルさんも言ったんですが、ここだと僕も同じようなことが言いたいんですけど、ヒップホップってライフスタイルのことを言うと思うんですよ。で、音楽のジャンル、ね、ヒップホップってダンス、ラップ、DJ、グラフィティ、この4つのエレメンツでヒップホップって言われてるって、ね、言うんですけども、実はこれを含め生き方のことをヒップホップって言うと思うんですよ。でそれこそ K さんの周りのローライダーの方たちもそうだし、ファッション的なこともそうだけども、何が一番大事かって言ったら、ここ心の部分でライフスタイル、生き方をヒップホップって言うんだなって僕は思ってまして、だからこういう授業だったりもそうだし、地元の野菜をフックアップすること、ね、地元の困っている人たちを助けること、ね、子供たちのおじいちゃんおばあちゃんまで楽しめるイベントをすること、それも全てヒップホップだと思って僕はやってます。で、ね、言うても僕も40過ぎまして、これから その日本を背負っていくのは、皆さんたちみたいな若い世代だし、そこでね、ファッション的にかっこいいヒップホップを追い求めることもすごく大事ですけど、何がやっぱり一番大事かというと、心の中心に何があるかっていうのがやっぱり一番大事で、自分のフットね、自分の地元をすごく愛することっていうのはすごく簡単なことで、落ちてるゴミを一つ拾うことでもヒップホップだし、ね、仲間たちの中でちょっと道がそれたやつに、お前これ本当にいいのかっていうこともヒップホップだし、ね、おじいちゃんおばあちゃんが重たい荷物を持ってるのを助けてあげることもヒップホップだし、だから俺はやっぱり自分の地元を愛すること、ね、いろんな偏見とか差別に打ち勝つこと、ね、そしてそのフットスターになって、みんなの若い、自分たちの若い世代がかっこいいなって言ってくれる大人になっていくこと、これを全て含めヒップホップだと思って僕は生きてます。なんで皆さんも実際ね、やっぱりこう生きてくるいろんなしがらみもあったりとか、いろんな辛いこともあると思うんですけど、それに打ち勝つのはやっぱり心の中心に何があるかっていうことがやっぱり一番大切だと思うんで、すごい真面目な話になっちゃいましたけど、僕はそうやって生きてきたので、ヒップホップはそういうもんでなんじゃないかなと思って、今日は話させていただけたらいいなと思ってきました。で、今日ね、このケイさんが写真を撮ってくれてるじゃないですか。で、これってすごいやっぱりまたヒップホップの一つであり、
アーティスト写真ってとっても大事だし、ミュージックビデオってとっても大事なもんだと思うんですよ。でそこに表面的にかっこよく映るんではなく、やっぱり生き方がかっこよければその写真にもミュージックビデオにもかっこよく映る。それは K さんみたいに、ね、腕のある人が撮ればある程度かっこよくなると思うんですよ。絶対かっこよくなるんですけど、そこにじゃあまた一つ何が必要かって言ったら、その人の生き方がね、すごく大事だと思うんです。だから皆さんも生き方をね、すごい自分で見つめ直して、直すって言ったらおかしいですかね、よく自分の生き方を見て、これが本当にヒップホップなのかどうか、ね、生き方なのかどうかっていうのを、ね、考えながらヒップホップ、ラップを続けていただけたら、ね、かっこいいアーティストになれるんじゃないかなと僕は思います。ありがとうございます。で最後に僕が、10代の時にね、作ったリリックなんですけど、アカペラで少しラップさせてください。僕がね、18歳の時に、皆さんよりもうちょっと若かったかもしれないんですけど、僕が最初に書いたリリックなんですけど、聞いてください。見渡す街並み、人の波間に絵を見つける自分の立場に、確かにかすかに光る何かに、アリバイを残す明日に、間違いを恐れず行く道、自分のいる位置知る道の力出さなきゃ、社会じゃ命にシムシリ、君自身が作り出すモノポリ、この子に及んで見つける喜び、顔はほころび、男になる前に一人の子供になって、踊ろうよ外見、概念のこのままハイデイ、磨けない面いだってハイウェイ、 You got the my way, You also my man、 自分のために、道の果てにぶち当たる壁に、にじみ出る忘れと忘れに、くじけずもと生きる糧にすることが明日への稼ぎ、自分のために、道の果てにぶち当たる壁に、にじみ出る焦りと汗に、くじけずもと生きる糧にすることが明日への稼ぎ、終わりない自分の人生に同じない、また時代の上でモナにタイム、我が見たいか B-boy のマスターベーション、自己満で異国あげるテンション、連戦連勝完全燃焼、高すぎる天井 Never End All、MYC をドール小道具をソウルをソウル、心の扉開く夜を遠く、おもむろに取り出す新セミナー、即始まるフリースタイルインセミナー、新デミナー、インテリヒップホップ、シットラップ、イーハップ、インクステミナー、マザフォーク、まざまざ見せつける実力まだまだ、自分のために、道の果てにぶち当たる壁に、にじみ出る忘れと忘れに、くじけずもと生きる糧にすることが明日への稼ぎ、自分のために、道の果てにぶち当たる壁に、にじみ出る忘れと